注目3戦のコーナーです。週刊ゲップの和田です。はい、今日は産経スポーツ伊達です。よろしくお願いします。はい、いよいよ岡賞ですね。岡賞です。もうクラシック始まっちゃいます。はい、早いもんです。どうですか、一強もしくは大混戦どっちですか？まあそれは人それぞれだと思いますけどね。まあ僕は単純な能力比較で言ったら、はい、この世代の牝馬ではやっぱ抜けた存在かなと、うん、ロジバックが。はい、まあ確かに抜けてますよね。なんかレースぶりをね、はい、好きというか、うんうん、見つけようと思えばいくらでもあると思うんです、まあ、そうですよね。多頭数の経験もない、はい、ゆったりしたペースしかしてないで、ね、まあ、正直そのボバをね倒してきているとはいえ、はい、めちゃくちゃ強い相手ともやってるのかなっていうのがちょっとね、うん、やっぱりその G1 を使ってきた組と比べるとどうなのかなっていうのはね、やっぱりちょっと疑問に残るところもなくもないっていうかね。まあまあ前例のないこのパターンなんで、やっぱりこのそういうね異例のローテーションっていうのがこの馬のなんていうんですかね、あれを株というか存在感をこうよりこうクローズアップさせてる気はするんですけど、まあそれでも、まあ、私は抜けてると思います。まあ、基本的に阪神のマイルはね、はい、あの真相してからはやっぱり能力がストレートに出やすいそうですねコース形態で、はい、まあ、いつもディープインパクトのね、うん、3区の切れる馬が結果を出してるんですけど、今年はその連勝を止めるとディープ3区の、そうなんですよね、そういうところもありますからね。まあ、一周前の動きってどうだったんですか？一周前の動きはやっぱり相変わらずいいですよ、良かったですよ。何が良くなったっていうことはないんですけど、何も良くならなくていいみたいですから、ね、レベルの場ですね。ということは調教師も言ってましたんで、はい、はい、まあ、中心、うん、まあ、一強ムードになってもおかしくない感じのところです。はい、まあ、僕が気になるのは、はい、立東に行っている、はい、関東馬2頭、はい、ですかね、うん、キャットコイン、心の愛、うん、この2頭が気になるんですけどね、うん、ちょっとまだね、キャットコインに関しては、ね、体の維持がね、まあ、その重要になってくるんですけど、はい、まあ、1週前はですか、シフトで、はい、まあ、いつも ね、はい、まあ、ポリーが多い馬の負担のかからないポリーが多い馬なんですけど、まあ、時計出しすぎるというね、うん、オーバーワークを考慮してシフトコースでやったみたいなんですけど、はい、なるほど。まあ並走遅れではあったんですけど、うん、まあそのね、早4コーナーっていう入った時に早めに抜け出しすぎて、うん、それでもうこれ以上行かなくていいっていうね、まあ、無理があってね、そうそう、安全オーバーワークにならないように、ならないようにもうずっと直線引っ張りっぱなしのような感じだったので、はい、まあ遅れは全然問題ないのかなと思いますけどね、はい、まあ、ただその翌日にね、追い切った心の愛の動きが動きの時計の迫力といいますかね、まあその絆並み盲時計でしたね、の盲時計、ちょっとこれを見てしまうとね、心の愛すごいなって思っちゃうんですけどね。そうですね、まあキャリアとかね、この厳しい競馬を経験してきたという点では心の愛の方が、うん、ものすごい中身の濃いレースを続けてきている感じはしますよね。はい、まあ、これも精神面がね一番のポイントになるんでしょうけども、はい、まあ、それだけの負荷をかけられる体力があって、一戦ごとにその辺のもね、気象面の成長も伺えているのが前回のねトライアルのチューリップの競馬ぶりだったんで、これまだねやっぱ、まあ、パワータイプというか、こっちは切れ味というよりはいい足を長く使うタイプなんで、そうですね、はい、前回のように、まあ、雨でも降るようならば、うん、一発の可能性はあるんじゃないかなと、はい、まあ尾関氏曰く三大母のマックスビューティーが桜花賞を勝った時と同じ日程らしいので4月12日、はい、そういうところでも、まあ、楽しみにしているようですよ。はい、あと触れるべき馬はクイーンズリング、まあ、これも、あ、そうですね、まあ、これもね参戦参照ですけど、まあ、体は前回20キロね減らし、体はまあ少しずつ戻してきているような、はい、まあ、その前のね多分レースも
おそらく余裕ちょっと残しで使ってたのかなっていう印象もあるんで、まあ10キロぐらい、うん、もうぐらいが戻ってればいいのかなっていうね、感じができてきたのかなというところもありますけどね。で、あとはレッツゴードンキもね、まあそうですね、堅実、まあそのレースぶりはねちょっとかかったりするんですけど、その割に崩れません、崩れないっていうね、まあ底力あるのかなっていう印象を受けますし、まあ個人的には抽選組のミッキークイーン、ちょっとゲート悪いんですけど、はい、決め手はあるので、はい、でまあまあそんなところですかね。はい、お箇所はこんなところですか。それが一方、中山といえば前日の、土曜日にニュージーランドトロフィー、こちらは NHK マイルカップのトライアルということになりますけれども、はい、実績面で言えば最下位2着のアルマワイオリということになるんですが、そのアルマワイオリを前回のアイリントンカップで任したのがヤングマンパワーと。面白い走り方しますよね。面白いというかね、不格好です。とても不格好です。顎が、首は高いし顎も上がってるし、なんかスピードが上がれば上がるほど首が高くなってるこれでよく走る、それでも伸びるという不思議な馬なんですけど、うん、まあこれはこれでも多分個性というか、はい、うん、あの無理に強制する必要はないんじゃないかっていうね、人員の話なんで、まあスミッツェルなんですけどね、まあなぜか1600で結果を出し続けてきていて、まあ母のサンデーサイレンスのうちなのかな、そのあたりは、はい、まああとはまあアルマワイオリってことになるんですけど、うん、まあやっぱり折り合いに専念するためにはやっぱりしまい後ろでね、ああやって構えるしかないのかなということでスタイルを確立した印象あるんですけど、うん、まあここで中山のマイルってなるとね、うまくさばけるかどうかという、そうですね、うん、あとはどうですか、馬券的に面白そうなのは大東京です。ああなるほどね、はい、まあ、あの戸田厩舎2頭ですね、グランシェフ、うん、大東京、うん、もう両方とも順調で、まあ、特に大東京はかなりしっかりしてきてね、開幕入りとかも良くなってきてるみたいな、はい、面白そうですね、うん、まあ、グランシェフもグランシェフは長いよね、僕はなかなかね、この仲間のマイルは合ってますからね、うん、いいかな、合ってるかなという気がするんですけど、よく言う勝負度合いではやっぱり900万組かな、うん、という、はい、そうかもしれないですね、次に本番に出れる前より、はい、かなりあれですよね、高座高いんですよね、 NHK マイルカップなりそうな状況なんですね、皐月賞と同様、はい、もしかすると皐月賞以上に上がる可能性もあるので、そういう意味ではその賞金下のまま全力投球というか、権利を取りに来ると思われます。そんなあたりでしょうか、はい、まあ東大で、楽しみなレースありますので、はい、はい、どうぞお楽しみいただきたい。春本番です。はい。失礼します。はい。はい。